画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。デッドバイデイライトサバイバー、ザリーナの方を使って遊んでいきましょう。パーク構成、絆、ストライク、猫、鋼の意志となっております。ザリーナです。血まみれにしてくるの忘れた。せっかく血まみれ衣装持ってんのに。よいしょ。共同作業の出入りと、ザリーナでゲートを開ける。デイリーが同時に来たんでやっていきたいと思います。最適キラーは、ハントレスの声が聞こえるような気がしているんだけど、ハントレスですか。あ、ハントレスですね。これはいたないんだけど、いたないところでいたぐれしてるんだけど私。当てた、これあれだ。私知ってるあれ。よかった知ってて。あ、ハントレスも気使ったね。さ、あのあれね、登れるんですよ。あ、登れるんですよ。登れんのよ、あの岩で。あの、この前のね、その、あのデッドバイデイライトの非公式大会のでかい大会で、あの、まあ、あの、ちょっとね、あの、なんというか、試合にね、その、ちょっと早く行き過ぎちゃって、その、もう一回再試合にはなったんだけど、その再試合になる前のゲームで、あの岩に登るっていうのを、あのキラの方がやってて、それグリッチじゃねみたいな感じでやったチームが失格になってたんですが、なんかそのキラーさんがなんかヨーロッパの方で、ロシアかな、ロシアの方で、そのロシアではなんか別にグリッチという認識ではないらしい。ようわからんけど、国によってグリッチの認識が違うのかな、よくわかりませんけどね。お、ナイス起こし、よいしょ。まあ、日本の大会なんで失格にはなってましたけど、まあ、一応乗れるってこと知ってたんでね、まあ、ちょっとは驚きはありましたけど、まあまあまあ、まあ、あれですね、あの確かに殴られてたら通報してた。国によってなんか違い、なんかグリッチはグリッチだと思うんだけど、そのだって登れないところですからね、岩には基本登れないから。あれ、サバイバーでも登れんのかな。飛んできたんだけど、ここだよな。あ、サバイバーでも乗れるっぽい。サバイバーでも乗れるっぽい。ダメでしょ、直してよね、早くね。板ぐるになんないじゃん、これ。これ、板ぐるになんないよ。ね、やめましょう。ね、運営は早く直してほしい。これ、あれだな。これはちょっと久しぶりに送るか。運営に。バグですよ。アフーン、アフーンシティ警察署、よいしょ。イタグルの化身とパス、それ通らないんじゃない、通れ。通らないんじゃない、さすがに。通るんだ。びっくり。
セルフケアなかった、そういえば。驚いてばっかだな今回の。あ、そう、私もあれ、その登れるの試したよ。登れるんですよね、サバイバーも。サバイバーもの乗れるからグリッチじゃないかと言われれば、あんなところ乗れたら板グルなんか成立せんからな。板グル、殴ってきそう、そろそろ。やばい、うぅ、あぶねえ。うわうわ、いや、おもろいな、デッドバイデイライト。やっぱり最近やる時間減ってきてたけど、こんなおもろいゲームやる時間減らすなんてバカでしたね。いや、おもろいわ。わあ、わあ、わあ、わーい。ふう、ふう、いや、おもろいな、デッドバイデイライトは。治療してほしいんだけど。治療してくれ。あ、違う違う違う、すまん、こっちだ。あ、こっちに来いと。あ、ちょっと待って、私あのゲート開ける出入りあるんですけど、譲ってくれないですか。あ、譲ってくれないですね。向こうのゲート開けに行くか。いやー、おもろかった。あ、また乗ってる。そう、あれね、登れちゃうんですよね。サバイバー側も乗れるらしいけど、やっぱバグだよな、あれは。残しちゃダメなタイプのバグだと思う。私知ってたから、そのあってな、あのめちゃくちゃ驚きはしなかったけど、まあ、あれ殴られてたら普通に一発もらってるところだから、やっぱダメだと思う。よいしょ、まあ、出れるかな。うん、まあ、多分ハントレスもそこにいるだろうから出ますか。まあまあまあ、なかなか良きチェイスができたんじゃないでしょうか。うん、皆さんはね、登らないようにしましょうね。さあ、というわけで出入り一歩消化と。ふう、そういえば板一枚も使わなかったんだね。さあ、キラー側のパークがちょっと気になるところですが、何だったんでしょう。アイアンメイデンついてそうなぐらいの、なんかこう回収だったけどね。なんかめちゃくちゃ回収してたし、斧縛りやってたのかな。だいぶ斧だったよね。フェリックス、
パークは、アイアンメイデンやっぱついてたね。不死破滅アイアンメイデンバベチリと。あ、なるほど。あ、確かに斧早かった気がするわ。てなわけでね、ハントレスとのイタグルは楽しいね。てなわけで、あと77秒。長いな。なかなか終わらんね、このデイリーは。てなわけで、ハントレスとイチャコラしてみたという感じのプレイでございました。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。